Halo badminton lovers. Tori Aizawa dan Daisuke Sano dari klub badminton JTX Stringer harus menghadapi Suntaro Mezaki dan Haruya Nishida dari klub Tonami pada match ketiga di babak final badminton SJ League 2023/2024. Sano のサービス、西田返します。渡辺さんでいうと目崎君ですよね、はい、今サーブ打ったから、はいはい、で飛びついて飛びついてポイントをチームにもたらしました。相手チームはですね、やはりこう後衛選手ばかったんですよね、はい、リブロジー側にしても NTT 側にしても、はい、なので前衛選手さらに裏ケット重なる後ろから目崎、後ろから目崎、西田が触りに行く、声を出しながらの目崎の勝負、ね、非常に大きなことですよね、そうですね、ネットイン、後ろから相澤、高さがある、相澤打ち込む、決まらずです。お、西田粘る、今度は入れ替って佐野、もう一回佐野が前に入ったがネット、相澤ロングサービス、佐野、目崎見送る、これは入った、お前に出ていく佐野、基本的にね前に行けるプレイヤーって非常に重宝されますよ、佐野が粘る、粘り勝ち、強いですね、はい、ロングサービス、目崎アウトにして追いついて、これで逆転、7連続ポイント。一番後ろを任されるペアとしてはこのリーグ戦では目崎西田、それから太田、目崎のサーブ、前で相澤競り勝ちます。ロングサービス、西田が打ってくる、お互いのペアのやりたいことが似てますので、はい、前の取り合いですよね、はい、西田もロングサービスで入ってきました、横に振っていきましたがサイドアウト、いや入りましたか、タイムアウトです。佐野のサービス、西田が返します。ロングサービスをここも使います。チャンスが来て相澤、よく目崎が粘った、西田上げる、さあ後ろから相澤、前で佐野が伺う、レシーブしきれず、目崎攻撃生まれてますけれど、隣ペアの方は目崎が早く行ったとしても西田君がね少し後ろのタッチが遅れてるシーンがね、はい、何回かね、目崎のサービス、クロスに持っていきました、西田、今の良かったですね、はい、相澤のサービスレシーブ、西田上げる、後ろで佐野、目崎が上げます、西田に振る、で目崎が打ち込んでいく、西田が触りに行きました、西田前で決めます、強打、前目崎行く、相澤粘る、よく返しました、相澤、ここは入れ替わる、サイドバイサイドのジェイテクト、西田が後ろから打つ、ここで前に詰めていきました佐野、そして相澤強打、さあ突破のバックが戸波です、前西田、おお振りに行った、ラリー続く、ここは戸波が取る、ボールになって佐野が仕留める、相澤のサービス、目崎返す、相澤が前で捕まえ切るか、おお、よく返した西田、ただ相澤詰める、佐野が決める、
ですね、やはりこうネット前でね、浅野君に入られるとスピード、おっと西田のサービスミス、浅野がまた前に来るがネットにかかる、クロスに決めた、メザーが打ち込む、ここでクロス、もう一本目先へ、ここドロップ、あー西田がネットにかける、さあ西田のサービス、西田が前という形、拾いクロス、第1ゲーム取りました、 JTEC と 21-18、 その相澤後ろからここは2本落としてきたから、さあ前で佐野、相澤目崎のサービス、相澤が打つ、前で佐野、さあ得意な形になる、おお入った、いい選手でした、はい、埼玉栄高校出身で社会人3年目の目崎、リードを広げます、バックで拾いに行きましたがネット、チームを決勝に導きました、強力なショット目崎、第2ゲーム 11-6 で目崎西田リード、ちょっとしっかり体育館で行われている最後の試合ということになります。第1ダブルスは戸上が取りました、相澤佐野が取りました、現在第2ゲームの 12-7 という状況の中で試合を行われている、第1ゲームは JTEC とのペアが取っています、そして迎える第2ゲームですね、まだまだ JTEC とペアもですねスピードありますんで、はい、トナミさんとしては安心できないですよね、はい、うん、そのが前、しかしネット、おお、これがコートの中に入りました、ラケット重なる、後ろから西田クロスへ、もう一本クロス、うん、前でのやり合い、やはり目崎強い、見送る、よく見ました、ラケットをかすめました、佐野がクロスに打ち込む、前に宮沢来る、ここは相澤がしっかり決めました、上がってきた、後ろから佐野、佐野もう一本、ここはトナミムが上げる展開、佐野が前に来る、さあ突破のバック、今度はトナミ、相澤が上げる、後ろから目崎、前西田というトップアンドバック入れ替わります、二人の間でした、長い、前に来ながらのここは佐野のショット、その前に来た、いやまたこういう展開が多くなって、相澤が前で捕まえていく、目崎のレシーブ、ここは佐野がカバー、打っていく、この後ろから佐野、うわ佐野が捕まえていく、前に入った、相澤よく返した、
相澤打ち込んでいく、前に出ながら戸波も粘る、西田のレシーブ、ここも返す、逆に西田打ち込んでいきます、打ち込むクロスで相澤よく拾った、サンド返した、相澤も返した、長いラリー、粘った粘った、クロスで決まった、ものすごいラリーはジェイテクトが取る、相澤佐野押し込んでくる、ここは西田がポイントを取る、粘っていく相澤、もう組み切った、なんとか取りました、このメインルペア、さあこれでワンゲームオール、西田のサービスです、相澤が前、その後ろ、佐野のショット決まる、西田返せず、佐野のロングサービス、相澤が上げる、西田が打つ、クロスへ、佐野が前に入る、ここも JT このペアがポイント、ネットにかかった相澤のショット、このメイン西田のサービスです、佐野が返す、西田飛びついていった、西田が前を使ってきました、相澤は届か、押し込め、佐野が打ち込む、西田粘る、上から振っていきましたがネット、佐野のロングサービス、佐野クロスで打ち込む、今度はストレート散らしていきます、目先上げる、今度は相澤、ここで強打クロス、このクロスはアウトになりました、相澤のストレート、レシーブはアウト、ストレート目で返す、相澤も打ち込む、相澤飛びつく、その後ろから戸波よく守っている、上がってきて目先のストレート、西田のサービス短くなったか、イレブンナイン、相澤のショット決まった、そして相澤のサービス、そうなのですね、はい、上がってきた、佐野打つ、相澤も打つ、相澤が決める、佐野が前に入ってくる、三崎と佐野が前、トップアンドバックがジェイテクト、空振った、相澤前に来た、相澤が仕留めた、ロングサービス、また前に入ってくる相澤、うわ打ち勝つ、ラケット増えてるっすね、ここもロングサービスで来る、返せない、4連続ポイント、5ポイント差、西田が打つ、上がってきた、佐野前、相澤上げる、目崎が打つ、目崎が打つ、タイミング合わない、
でくる。目先も打つ、前に出る。佐野強打、これがネットにかかる。目先粘った、さあどっちが取る。サービスでのミス、優勝を決めるか目先。西田が打つ、その粘る、追いついた。佐野、相澤、もう一回佐野、打ち込んでいく。西田打つ、目先前、相澤粘る、佐野が前に入ってきた、上がってきた、これも上げる。西のネットにかけた、追いついた。ジェイテアウトになった。さあまた来た、その戸上、西田のサービス、佐野飛びつく、低い展開、佐野中に入ってきた、まあ、佐野のサービス、西田返す、目崎クロス、また来た、チャンピオンシップポイントサービス、上がってきた佐野、佐野まだつなぐ。ここで長めのサービス、相澤後ろから打つ、もう一本打つ、前で佐野打ち勝つ。速いサーブできた、佐野叩く、相澤打つ、佐野前決めた、初優勝、初優勝、ジェイテックシンガーズ、setelah berduel selama 1 jam 25 menit, Tori Aizawa dan Daisuke Sano berhasil mengalahkan Suntaro Mezaki dan Haruya Nishida melalui pertandingan rubber game. Setelah saling mengalahkan di babak pertama dan kedua dengan skor yang sama yaitu 21-18 dan 18-21, kedua pasang ganda putra itu bertarung sengit di game ketiga. Kedua ganda putra itu baik Tori Aizawa dan Daisuke Sano dari kubu JTEC maupun Suntaro Mezaki dan Haruya Nishida terus saling menyamakan poin di game penentuan itu sehingga pertandingan harus ditentukan melalui poin tambahan. Dalam poin-poin akhir mereka pun bertarung begitu alot hingga harus terjadi beberapa kali jus. Hingga akhirnya pada poin 24-25, Tori Aizawa dan Daisuke Sano yang lebih baik dalam permainan bola-bola cepat berhasil mendapatkan 3 poin beruntun dan memastikan kemenangannya dari Suntaro Mezaki dan Haruya Nishida dengan skor 27-25 setelah memenangkan adu drive bola-bola cepat. Dengan kemenangan ini, tim JTEC Stringer berhasil memastikan kemenangan dari kubu Toonami di mana skor akhirnya adalah 2-1 untuk keunggulan tim JTEC dan dengan demikian maka klub badminton JTEC berhak menjadi champion pada ajang badminton SJ League 2023/2024 di sektor beregu putra.